観音様は一体どこにいらっしゃるのですか？それは仰向けになられ空を見つめていらっしゃるあの観音様のことですか？漂い過ぎていく雲や霧が観音様の息なのだと想像する人もいれば、観音様などいないという人もいます。この問いに正しい答えなどないのです。私たちは学生たちの見方をそれぞれ大切にしたいのです。炭鉱を創立し一切の干渉を受けない独立自治の精神を誇る大学に育てようとした張恵生先生、張建峰先生の志に通じるものがあるのです。1950年、宜蘭出身の両名により淡水の心理街に台湾で初めてとなる私立の高等教育機関淡江英語高等専門学校が創設されました。それが数年後現在の地に移転され文理学院となり、そして1980年に淡江大学となったのです。これら変遷をたどる中でも淡江が大切にする独立自治、思想の自由の学風は一貫して変わっていません。このため1970年代には随分と思想的抑圧を受けましたが、あくまでも母語で自分たちの歌を歌うのだという学生たちが音楽を通した活動を始め、それが台湾現代史の上でも特筆される初めてのフォークソングブームを巻き起こしたのです。この運動は台湾音楽史の上でも、またエスニック運動の上でも新たな1ページを刻むものとなり、広く社会に影響を及ぼしました。今も私たちはそれら当時作られた曲の数々がいろいろなところで歌い継がれているのを耳にします。今日の炭鉱の多元性、先進性に通じるものがあると言えるでしょう。60年の歴史を歩んできた中で炭鉱を巣立った20万を超える卒業生が世界各地で活躍をしています。そして今や炭鉱は幅広く学術分野をカバーし、4つのキャンパスを有する総合大学となったのです。各分野での研究を推進し、充実した学習環境を提供している淡水キャンパス、社会人教育、障害教育に大きく寄与している台北キャンパス、インターネットを駆使し時空間を超えた教育に取り組んでいるサイバーキャンパス、そして全ての教育活動を英語で行っている蘭陽キャンパスでは、国際的視野を身につけた人材を育てるべく全人教育に取り組んでいます。故郷である宜蘭に開校した蘭陽キャンパスは、張建峰博士の長年の思いが形となったものであり、未来を見据え常に新しい挑戦をしていくという炭鉱の先進性が具現したものです。先進性といえば、1968年、炭鉱は電子計算センターを設立し、どの大学よりも早くコンピューターを教育に活用し始めました。情報化に関する研究にいち早く着手した炭鉱のデジタルネットワークの充実度、利便性は台湾の大学の中でも屈指のものであり、メディア報道ではデジタル天国と称されています。また炭鉱は国内の大学で最も早く海外の大学との交換留学制度を築き上げました。1960年代にすでに海外の著名大学との協力関係を締結し、今までに多くの留学生を受け入れてきました。蘭陽キャンパスでは英語で教育を行うだけでなく、全ての学生を3年時に1年間の海外留学に送り出していますが、現在全学で毎年約500名の学生が世界各地の姉妹校へ留学しています。さらに炭鉱では全学を通して未来学のカリキュラムを設け、来るべき未来を認識し、なすべきことを見据え未来を切り開いていく学生たちの力を育んでいこうとしているのです。
そうした取り組みが評価され、世界未来学研究会により未来学教育世界最優秀機関に選ばれました。そして国家クオリティ賞という最高の栄誉を得たのです。また企業の好む大学ランキングでもいつも私立のトップに選ばれています。観音様はどこに？炭鉱のキャンパスの中では各国から来ている留学生たちがさまざまな言語でこのように質問しているのが聞こえてきます。学生の感じる観音像は千変万化しているのであり、どこにいらっしゃるのかという問いに対しての正しい答えなど存在しないのです。一人一人どの学生の目にも炭鉱がかけがえのないものとして映っている。それが大切なことであり素晴らしいことなのです。